10-23から4シルカは、ソビエト連邦で開発された、自走式降車機関砲である。10は、ロシア語で、自走降車装置を意味する、の、逆で、防空兵器には、火川名に由来する愛称をつけるというソ連の方針に沿い、シルカ側にちなんだ、シルカという愛称がつけられた。前型の自走式降車機関砲である10-57から、には、 57mm 機関砲2門を装備し、初期の追尾誘導コンピュータを用いていた。しかし、10-57からには、高速で飛行するジェット機に対して大きな成功を収めたとは言えず、少数の配備に止まった。一方で、タイヤを装備しており、牽引式ながら高い機動性を持つ GP 機関砲シリーズは、 多くの走行車両に搭載された1 4 5ト、mm、ル重機関銃をはじめソ連軍の標準対空装備となっていた。この対空システムの2 3ト、mm、ル、後継シリーズの決定版となったのがマイナ二 -23 から2連装機関砲であった。こうした中、高度2.5から1 5トルまでの航空機と距離1 8トルまでの地上軽装甲車両を攻撃できる。 気構師団の中高度域防空システムとなる自走機関砲を開発せよという要求のもと、1958年に開発が始まった。水陸両用戦車であった PT-76 のプラットフォームに 23mm 機関砲を4門、装備した10-23から4は1964年に採用され、この新型対空車両は改良されたレーダーシステムを用い、 優れた火力と命中率を誇り、低高度を飛行する航空機にとって大きな脅威となった。10-23から4は280馬力の V6R ディーゼルエンジン1機と250リットルの燃料タンク2機を備え、通常で4 0 0トル走行できた。これに加え、APU として74馬力のガスタービンエンジンも搭載し、 エンジン停止中も射撃が可能であった。車体には、砲弾片や 7.62mm 銃弾を防ぐ程度の装甲が施され、機構部隊との随伴もある程度は可能である。しかし、重装甲車両ではないので、対戦車ミサイルや戦車などの攻撃により容易に破壊されるという、生存率の低さも指摘されている。10-23から4後方より右側に、 向けられている大皿型のものが RPK-2 微友ガレーダー10-23から4は RPK-2 微友ガレーダーにリンクした液冷式の ASP-85-23mm 機関砲を備えた砲塔を搭載した RPK-2 レーダーは半径 20km までの目標を探知することができさらに半径 8km 以内の目標を照準かつ 追跡することができる。各機関砲へは50発ずつベルトで球弾が行われる。発砲は4門同時のほか、4通りの2問ずつ発射が可能である。各機関砲は毎分1000発の機関砲弾を発射でき、ゆえに4門で毎分4000発の砲弾を発射することが可能であるとされる。しかし、初期型では冷却システムに欠陥があり、 機関砲冷却のために射撃を休まねばならず、一問に月15秒以上の連続射撃は行わないことという、政権が設けられた。そして、冷却不十分のまま射撃を再開してしまうと、方針小村か玉切れのどちらかになるまで射撃が止まらなくなる、コックオフを高確率で引き起こした。方針小村の場合は、機関砲の交換で済めばいい方で、 重篤なケースとしては方が完全に壊れてしまい、修理不能になることも多く、最悪の場合方針が誘拐したこともある。10-23から4は優れた防空兵器であったが、この制約により攻撃力はやや劣るものになった。この欠陥は改良型10-23から 4M において対策が行われ、冷却装置の改善により、 方針の信頼性は非常に高まり、制限は撤廃された。アスプマイナス85の最大有効射程は7000メートル、最大射高は5100メートルであるが、対空射撃における有効射程は2500メートル前後である。また、追加兵装として、砲塔後部左右に角に傷つ。 K4 機の 9K38 イグラもしくは 9K38M イグラマイナス1を装備できる。前任の10マイナス57から2が目視による光学照準で、砲塔は油圧による動力旋回機構を持つが、それでも旋回が遅く、高速で移動するジェット機への対応が難しく、加えて、上面が開放式のために NBC 防護不能なのに対し、シルカは、 密閉式砲塔で NBC 防護が可能であり、レーダーと機関砲をリンクさせ、砲塔旋回用の APU を搭載することにより、旋回速度を高速化しているためより、有効な対空兵器になった。ただし、砲が小口径になったことで一発の威力や射程は大幅に低下している。一部で指摘される問題として、レーダーが RPK-2 の1機のみであり、 捜作用と追跡用が分離されていないという点がある。これにより、一機のレーダーで両方の役目を牽引させねばならず、事実上単一目標にしか対処できないため、特定目標との交戦中に別の目標を探知するのは不可能となっている。現代の対空戦車では捜作用と追跡用の二機のレーダーを搭載するのが標準的であり、 世界初のレーダー搭載対空戦車であるシルカはこの点では旧式であると言える。イスラエルで展示される10-23から4ス0 2 3から4は1965年11月の革命記念軍事パレードで初公開された。その後多数が東側諸国や中東地域の親ソ連諸国に供与され1967年の 第3次中東戦争以降、多くの実戦に投入された。中でも、第4次中東戦争では、地対空ミサイルと組み合わせて構成されたアラブ諸国の防空コンプレックスが、多くのイスラエル空軍機を撃墜した。中高度を守る 2K12 空プチ対空ミサイルや、低高度を守る 9K31 ストレラ -1 地、対空ミサイルの攻撃を避けて、 朝廷空へ侵入したイスラエル空軍機はミスミス10-23から4の A 時機となった。1979年に始まったソビエトアフガン戦争では輸送車列の護衛任務につき、行革を大きく取ることができるという性質上、高台から攻撃を仕掛けてくるゲリラへの有効な防御兵器となった。ムジャーヒディンは本社の破壊的な弾幕射撃を恐れた。 この時に露隔された車体が紛争後のアフガニスタン軍に残され、2001年10月に始まったアフガンタイテロ戦争では、タリバーン政権軍の保有する本車両がアメリカを中心とする多国籍軍を迎え撃っているが、戦果は伝えられていない。戦後新たに編成されたアフガニスタン陸軍でも、少数の10-23から4が運用されている。 現代ではいささか旧式な車両であり、走行が薄く砲の射程も、新しい 30mm 砲や 35mm 砲となどと、比べると短いながら、発展途上国では、近接火力支援などの任務に投入されているため、しばしば撃破されている姿が伝えられる。シリアでは内戦において、火力支援用として用いており、保護のため車体にスラットアーマーを施した車両や、方針に、 鋼のシールドを施した現地改造車が登場している。ソ連では後継車両として日系22ツングースカが開発されているが価格の高騰などの理由で配備ははかどっておらず現在も多くの国で10-23から4は運用が続けられている。また冷戦終結後は2 a 3 8 m 3 0ト、mm、ル機関砲のような各種の異なる機関砲や レーダーシステムを搭載する発展型も開発されている。10-23から 4V10-23 から 4MP、訓練用仮想的部隊向け及び研究用として、保有10-23から4運用国の一覧。ありがとうございます。